どうも、えー、髪の毛、長尾です。<laughs> 伸びた。<laughs> 明日切ってくるんですけどね、えー。今回はですね、カット編集なしの回なんですが、最近結構長く話すことが多かったので、ちょっと今日短めに、夏休みまであと1ヶ月ぐらいになったから、そこまでにね、どうしてもやってほしいことを、皆さん一つ、一つだけだよ。やってほしいことがあるので、それをぜひ、まあ、考えるきっかけにしてもらえたらなと思って、少しお時間もらって話をしていきます。まあ、結論から言おう何やりってほしいかっていうと、えー、夏休み中、 夏休みまでまだ1ヶ月ぐらいあるから、そこも含めても構わないので、まあ、ここから1ヶ月プラス、夏休みで、まあ、2ヶ月間ぐらいで、やらなきゃいけないことと、やりたいこと。この2つを紙に書き出そう。それだけです。ありがとうございました。 っ <laughs> て終わってもいいんですけど、ちょっと自事情理由を少し話をしたくまて、まあ、夏休み特にね、まあ、受験生の方なんかは勉強はやらなきゃいけないよね。頑張らなきゃいけない。部活頑張ってる方は部活もたくさんあるよね。頑張らなきゃいけないのよ。で、それをやりたいことになってる方ももちろんいるかもしれないけど、どっちかというと、やらなきゃいけないことだよね。勉強を頑張らなきゃいけない。練習を頑張らなきゃいけない。で、人はね、生きていく限り、 頑張らなきゃいけないシーンはたくさん出てくるので、それはぜひ、頑張ってほしい。だし、まあこう動画毎週ね、投稿させてもらっていく中で、みんながこうさ、こう中瀬もそこそこ長いから、心が折れそうになる時もあるかもしれないけど、それはね、なんとかこうね、背中をちょっとだけの押せるように、支えられるように動画撮っていくからさ、まあそこはちょっと任せてほしい。とこではあるんだけど、それだけだとさ、そう、未来を考えた時に辛くなるじゃん。いろいろあれも頑張んなきゃ、これも頑張らなきゃって、しなきゃってなってるから。だから、それだけじゃなくて、 それも書き出してね。ね、こう、夏休みまで、が終わるまでに、例えば、過去問をこれだけやるとか、問題集をこれだけやるとか、英単語をここまで覚えるとかね。やってほしいんだけど、それプラス、やりたいこと、しなきゃじゃなくて、やりたいことです。それをぜひ、書き出してください。で、やりたいことっていうのは、 やらなきゃから外れてるよね。どっちかというとみんなの願いとか、まあ、そう願望のところが強くなるはずなので、まあ、それが叶うかどうかわかんないよ。みんなもさ学生の方が多いからさ、お金のかかることだったら、親御さんの理解とかが必要になってしまうかもしれないけど、 でもそこをさ、やっぱりワクワクしてほしいのよ。それを、そのワクワクがあるから頑張れるわけじゃん。やらなきゃっていう部分に対してね。なので、そこをぜひ紙に書き出してほしい。で、もしみんなが、こう、俺らがね、見てもいいんだったらぜひコメント欄にも書いてほしい。決意表明としてね。ぜひよろしくお願いします。で、せっかくなのでちょっと俺の <laughs> 発表したこれ撮ろうと思った時に考えてきたのよ。考えてきたんだけど。で、やらなきゃはね、あ、でもまあ本書かなきゃとかはそうかな。<laughs> だけど、 ま、やりたいとやらなきゃがちょっとミックスになってるのが一個って、それが、あの、毎日、あ、夏休み中ね、あの、毎日朝の生放送やろうと思ってて、あの、自習室です。毎週土日のさ、朝8時から1時間やらせてもらっとんのよ。みんな、200人弱ぐらいかな、集まってくれて、みんなでこう勉強してるわけよ。で、それをできる限り毎日やろうと思ってて。ま、もちろん、こう子供と出かけたりする時もも出てくるから、そういった時はね、できない時もある。なので、本当は、本当は、 その目標とか、その掲げるとき、ね、やらなきゃいけない小物を掲げるときに、数字をつけてほしいの。例えば、過去問を2周するとか、英単語を300個覚えるみたいな、数字がはっきりしてる方が、達成したかどうかがはっきりわかりやすいので、つけてほしいんだけど、まあ、こんなこと言っときながら、生放送何回は言えません。<laughs> 言えない。なぜかっていうと、まあ、予定がどれだけ入るかわからないんでね。でも、 例えば、生放送とかやるときにさ、自分、俺もちょっとメンタルがね、こう、ジェットコースタータイプなので、なかなかさ、こう、前のめりになれなくて、大丈夫、今日きついかもなっていう時もあるのよ。でもあるけど、その自分のメンタル事情で休むことはなしにしようって。それができたら俺は達成なの。なので、夏休みに関しては、できる限り毎朝8時、俺のね、こう、YouTube つけて、俺のチャンネル来てもらったら大体いるから。 なそういう状況にしようと思っているので、まあ、それが俺のやりたいことだし、まあ、やらなきゃと思っていること。まあ、ミックスね。それがまず1個です。で、やりたいことがもう1個だけあって、これはもう動画を撮ろうと思って、なんか、なんかないかなって思って考えた結果なんだけど、滝行。わかるみんな、滝に打たれるとか。 あれずっとやりたくて、実は。そう、やりたいんだけど、冬に思ったのよ、最初。でも冬ちょっと怖いなと思って。だから、夏、ちょっと7月のね、あの、頭は、私ちょっと海外に行くんですよ。で、これに関しては、あの、まあ、仕事のことなんで、後でまた発表します。ちょっと自分の、おっきな新しい夢というか、ができたので、まあ、そのチャレンジをしに行くんだけども、まあ、それが終わったら、少し落ち着くはずなので、まあ、夏休み、ちょっと今から調べて、多起業できるとこないかな、みたいな。<laughs> あの、ま、このね、 勢いで喋ってるから、もしかしたらこのさ、興味関心なくなっていくかもしれないけども、まあ今現時点でやりたいけどはその辺となっております。はい。まあ他にも今細かいの出てくるとは思うんだけども、一応二つね、発表させてもらいました。皆さんもよかったらね、コメント欄に俺らが見てよければ書いてください。でも、みんながね、こう絶対書いてってわけではない。みんなの心の中で、こう、秘めてほ、秘めておきたい人もいるだろうから、でも、 思ったことってさ、忘れちゃうので。なので、みんなのさ、秘密の手帳とかで構わないから、ぜひ紙に書いておこう。自分の思いっていうのは。で、それをこの2ヶ月間使って、が、やらなきゃいけないことは達成できたらさ、やって頑張ったって、自分をこう自己肯定感というかね、褒めることができるし、やりたいことが叶ったらさ、やっしゃーってなるわけじゃん。で、それ見てワクワクできるわけだから、ぜひその辺を考えてもらえたらと思います。 はい。ということで、結局ちょっと長く話しちゃったかもしれませんが、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではでは、また今週一週間もね、お互い頑張っていきましょう。それじゃ、またねバイバイ